ダロウェー夫人バージニアウルフ前回の続きからです「かわいそうに難獣して不幸な女」「憎らしいのはあの女自身じゃなくてあの女の現像なのだから」 そうしてその像は紛れもなくミス・キルマン本来のものでないものを多分に含んでいるそれはもちろん増大して夜中に挑みかかり人の背中に馬乗りになってき地の半ばを吸ってしまう亡霊のようなもの主権者や暴君の類になってしまっているのだ もちろんサイコロの投げ次第で白でなく黒が出たら私はミス・キルマンに愛情を感じることもできたろうでもしかしこの世界ではダメなことだけれど私の感情を苛立たせるものだわ自分の中にこの凶暴な怪物を調理をさせておくことは の覆いかぶさった森、魂の奥がに、小枝がパチパチと裂ける音を聞き、ひずめが背の根深く食い入る様子を感じることは、心ゆくばかりの満足、安心は到底得られやしないわ。いつ何時、怪物が動き出すかもわからないから。 とりわけあの患いをして以来このフンヌという怪物は自由気ままに振る舞っている背骨をこすり立てじーんとうずかせたりしてそれは肉体たき苦痛を与え美とか友情とか健康とか人から慕われあるいは我が家を喜びの場所とすること そうした事柄に見出す心楽しさの一切を根拠なきものに思わせ屈服を強いるのだまるで身内に現に一匹の怪物が隠れて奥底の土を掘り返しているかのようにありとあらゆる満足も結局自己愛以外の何者でもないというかのように。 この怒はくだらない具にもつかぬことだわ彼女は花屋のマルバリー店の回転式ドアを押しながら心にそう叫んだ軽快ですらっとして背の高い姿で進んでくる彼女をボタンのような丸い顔をしたミスピムは急いそいそと出迎えた その手は花と一緒に冷たい水に浸っていたようにいつもシンクだったいろいろな花が並んでいたスイートピー、ムラガリ咲くライラックカーネーション大束のカーネーションバラがあったり一発があったりええそう彼女は立ったまま ミス・ピムと語り合いながらこの地上楽園の妙なる香りを呼吸したミス・ピムは自分をひいきにし長年親切を尽くしてくれる夫人の心尽くしを感謝したとても親切なお方だけれど今年はずっとおふけになって目を細め一発やバラや 頭を垂れたライラックの花の束を次々と眺め渡し街路の喧騒を忘れてえも言われぬ空気を冷たさを呼吸している姿は確かにそう見えたやがて彼女が目を見開くと柳細工の籠に入れられた洗濯屋から届いたばかりのひだつきのリンネルのように ラの花がいかににも新鮮にじた。赤いカーネーションは黒ずんで、単然としてその頭をもたげている。スイートピーはすみれ、白、薄青、色とりどりに壺の中に花を広げ、あたかも夕べで訪れて、メンモスの上着を着た少女たちが、 あのほとんど濃紺にも近い空の下ツバメグサやカーネーションやカイウユリが咲き乱れ目もあやな夏の一日を送った後スイートピーやバラを積みにやってくるそんな情景を忍ばせてそしてそれはあらゆる花バラカーネーション一発、ラダイラックが 燃えるように輝く六時と七時の間の時刻なのだ白にすみれに赤に濃いオレンジ色にすべての花はかすみゆく花壇に優しく清らかに自ら火と燃えるかと思われてそして私はヘリオトロープの上を 宵草の上を縦横に飛び回るほの白いイカの群れをどんなに愛したことだろうそれから彼女はミス・ピムと一緒に花亀から花亀を渡り歩いて再び花をよりながら「国にもない国にもない」と独り言をし続けた。 その調子は次第に緩やかになっていった。あたかもこの美と、この好奇と、この色彩と、そして彼女を頼りにし、彼女を慕っているミスピムとを合わせて一つの波とし、自らの上にそれを広げ、あの憤怒、あの怪物を打ち破り、征服してしまったかのように。 そしてその波が彼女を運んで高見え高見えと押し上げるかと思われた時「おや外の通りでピストルの音が」「まああの自動車ったら」窓辺に歩み寄ったミス・ピムはスイートビーを両手にいっぱい抱えて戻ってくると。 言い訳のように微笑しながらそう言ったまるで自動車がタイヤの一件が自分一人のどがででもあるかのような口調だったダロウェイ夫人をドキリとさせミス・ピムを窓辺に引き寄せ言い訳をさせた出しのけのその爆音はマルベリー花店の 飾り窓の真向かいの歩道際に止まった一台の自動車から出たものであった通行人はもちろん立ち止まって目を見据えたが誰か後期の人の顔が薄ネズミ色の装飾窓に寄りかかっているのを目撃した途端男の手で目隠しがすぐに下ろされ薄ネズミの ガラスの身が注目にさ,らされた。だが噂はたちまちにしてポント街の真ん中からオックスフォード街の片側へさらにその反対側のアトキンスン香水店へと伝搬し見えわかず聞きえぬままに伝わってゆく様はベールのごとくおかおかの連なりの上を飛ぶ雲にも似て 全く悲運のように突如として厳粛と静寂の木を漂わせついさっきまでは無秩序そのものに他ならなかった行人の顔の上に噂は落ちかかったけれど彼らは今しも神秘の翼にかすめられ権威ある者の声を聞いたのだった 通景の心は目隠しされ、唇をポカンと開いたまま、がれ出たのである。しかし、誰の顔が見えたのか知るものはない。皇太子だったろうか、皇后だったろうか、それとも首相か。あれは誰の顔だったのか知るものはなかった。 円管を腕に巻きつけたエドガー・ジェイ・ワトキスは聞こえを貸しにもちろんおどけ半分に言った首相の自動車だわい向こう側に渡ることもできぬと知りながらセプティマス・ウォーレン・スミスはその言葉を耳にしたセプティマス・ウォーレン・スミスは 年の頃30前後、蒼白な顔、鍵花、赤靴を履き、みすぼらしい街灯をまとい、その薄茶色の目は、見ず知らずの人間をも傷沸かせるほどに不安の色をたたいていた。振り上げられたこの世のムチ、それはどこに向かって落ちるのか。 一切の交通が断絶してしてまった。モーターエンジンの鼓動は個体の整った体から不規則に発する脈拍のように響いた自動車がマルベリーの店の飾り窓の外側に止まったために日差しは非常に暑くなった。 バスの2階に乗っている老婦人たちは黒い日傘を開いた。こちらでは緑、あちらでは赤とポンポン音を立てて日傘は開いた。スイートピーの花をいっぱい腕に抱えたダロウェー夫人は飾り窓の方に帆を運びながら、好奇心に口をすぼめたピンク色の小柄な顔で外を見合っ みんなが自動車を眺めているセプティマスが眺めている自転車に乗っていた少年たちも飛び降りてくる往来はごった返し自動車は目隠し窓を引いたままそこに止まっていた目隠しの上に木みたいな妙な模様があるなとセプティマスは思った。 そして何かしら恐ろしいものがほとんど地表まで現れてきて今にも炎となって燃えでもするように彼の見ている前で全てのものが一つの中心に向かって引き寄せられてゆくこの光景は彼を戦慄させた世界は揺らめき振動し 今にも火と燃えようとする破滅の道を防止するのはこの自分なのだとセクティマスは思った「俺は注目され使命を受けたのではなかったか?」「重荷を担ってこの歩道にへばりついているのは目的あってのことではないのか?」だが、 何の目的のためかさあ行きましょうよセプティマスそう言ったのは彼の妻で血色の悪い尖った顔に大きな目をした小柄のイタリア娘だったしかしそういうルクレチア自身自動車や目隠し窓の木の模様を 見ずにはいられなかった「55ゴーゴーが乗っておいでなのかしら ?55 ゴーゴーがお買い物においでなのかしら?」「何かを開いたり回したり閉めたりしていた運転手がボックスに飛び乗った」「さああなた?」。 しかし彼女の夫は結婚して四五年にはなるのだがハッと驚いた様子をし邪魔立てされたとばかりに腹立たしい口調でうんよしとだけ言ったこの人たちに気づかれてしまう見られてしまうわこの人たちと彼女は考えながら 自動車を見つめている群衆を眺め合った英国人この国の子供ら馬衣装ある程度私は称賛しているでも今は人々に過ぎないだってセプティマスは俺は自殺するって言うのだものなんてまあ恐ろしい言葉 あの言葉をみんなが聞いたとしたら彼女は群衆を眺めた「助けて」肉屋の小僧や女たちに向かって彼女はそう叫びたかった「助けて」つい昨年の秋のことだわ私とセプティマスが 同じあの街灯にくるまって歌子通りに立っていたときセプティマスは黙ったまま新聞を読んでいた私はその新聞をひったくり年取った男がこちらを見ているのもかまわず笑ったっけでも守備の悪いことは隠すものだこの人をどこか公園へ連れていかなければならないわ さあ渡りましょうよ」と彼女は言った彼女は彼の腕を取る権利がある感覚のこもらぬ腕にしても彼は差し出すてやろう純真で常に走りやすく24のみそらで英国に一人の身寄りもない 彼のためにイタリアを捨ててきた彼女に一片の骨のような腕を目隠しを引き謎めいた咽頭ぶりをしめて自動車はピカデリーの方へ進んだが依然として人々の目撃を受け皇太子か皇后か あるいは首相かわからないままに両側に行く人々の表情をひそかな畏敬の念を持って一様に涙出せるのだった顔そのものは二人の人間が数秒間目撃しただけである男か女かということすら今では議論の的となった けれど後期の人が乗っていたということは疑問の余地がなかったお忍びでボンド街を通過した後期の人は今これを最初で最後の機会に高級の国家の象徴陛下に肺がんできる近さに達し得た平民どもから史跡の差を残して去っていったどンドンが 草むす道となり水曜日のこの朝歩道を急ぐ人々のすべてが骸骨と化し結婚指輪と無数の朽ちた歯の金管のみがちりひじにまみれて残った時時の半変をふるいにかける物見高い考古家によって知られるであろう車中の人はその時判明するであろう おそらくゴーゴーだろう。ダロウェー夫人は花を手にマルベリーの店を出ながら考えた。皇后だわ。そして花屋の傍らに日差しを浴びて立ちながら彼女は目隠しを引いた自動車がおもむろに走り出すと一瞬ひどくいかめしい表情をした。 どこかのホテルにいらっしゃる皇后、バザーに五輪先の皇后。とクラリッサは思った。